はい、どうも吉丸でございます。ということでですね、今日はね、手振り体操というのをね、ちょっとやってみようかなと思います。例えばこんな感じのものなんですけどね、ちょっとこれをね、読んでみますとね、効果としてはですね、両手を振る体操なんですけども、あらゆる不調が良くなると考えられます。これは新潟大学の大学院教授の有名な阿保徹先生ね、免疫で有名なこの方の言葉です。それから低視力、目の、悪い人、難聴、聞こえにくい人の改善、または有害な電磁波ね、から体を守る効果も見られましたということで、これはですね、船井幸夫先生も有名ですよね。船井先生ね、船の移動と書いてね、船井メソッドというかね、亡くなられましたけどね、はい、この方も推奨をしてみます。この体操を続けることでですね、気をですね、気というのはエネルギー、プラーナみたいなもんですよね、インドでいうと、を多く取り入れて、リズムが整えられるということでですね、体のリズムがですね、流れ出してですね、リラックス効果をもたらすことから、発想もですねプラスになって、ね、で運が良くなったり月が回ってくるという、そういう効果を実感する人が多いそうです。で、大体こんな感じでやるんですけど、中国の気候でいうスワイソーっていうのに似てるかなと思いますけどね、両足をですね、肩幅ぐらいに開いて両手足に下ろすと、この時にですね、両腕を同時にですね、後ろに振り、その反動で前に振る。まず初めに後ろに振って反動で前に振ると、で肩とか力まずにですね、自分のリズムで前後の両手振りを繰り返しますということですね。早起きでできる人は朝日の出の方向に向かってやるといいですということで書いてあります。300回以上やると、内先生のアドバイスでございますと。で60歳以下は200回、60代ねは300回、だいたい5、6分、70代は400回、80代は1000回、20分、約90代は2000回とか出ますけど、年齢がいけばいくほどですね、回数が増えてくるんですよ。90代は2000回って書いてあるんですよね。40分、やれるかな、ちょっとわからないですけど、手振り体操ということで大変お金もかからずにね、今おかしな伝染病が流行ってるんで、伝染病というかね、ウイルスがね、そういうのに負けないようにね、こういうものをやって、自然環境の下、特に公園とかね、木とか花がある場所、庭でもいいですよ、木が植えてある方なんかはね、木とか花がある方いいと思います。はい、ということでね、ここからちょっと実践の方に入ります。はい、ですね、ちょっとね、私申し訳ない、これ下半身で私のちょっと尻の肉もだいぶ落ちてるね、ちょっとそれがちょっと私の前方の方の下半身もちょっとあまり自慢できないんですけど、ちょっとカメラが近すぎました。ちょっともうこれ撮り直しできないんでね、ちょっとここでボイスオーバーでやりますけど、だいたいあんな感じですよ。ちょっと尻のもうちょっと お尻の肉の張りが欲しいですね、私もね。ちょっとね、やっぱりお尻最近ジム行ってないんでちょっと垂れ気味ですけど、皆さんご勘弁ください。そんなこんなでようにですね、手を振ります。で前の方にね、私説明の図をね出しておりますけど、ここまで見てる方はですね、図を見ながらやってください。でだいたいこんな感じです。金華山をねバックにやっております。腕を上下に振ると、私の下半身はあんまり見ないでくださいということで、笑えてきますけどね、要するに体の力を抜いて両肩の力を抜きながらですね、ちょっと足もやや若干ちょっと膝下めた方がいいかな、ちょっとここからちょっと太極拳のね、私昔習いました、ちょっと最近ちょっと練習してないんであれなんですけど、ちょっと昔習ったね24式の一部分をね、ちょっとこう
趣にね感じてやっておりますけど、まあ、皆さんここの部分はですねご愛嬌ということでまたよろしくお願いをいたします。ここで見たい人はボーナスカットでございました。